カン君は、メキシコ合衆国の南東部、カリブ海沿岸のキンタナロウ州にある都市の名前。マヤ語で、カンはヘビ、君は、スという意味で、ヘビのスという意味である。メキシコ南東部のカリブ海沿岸、ユカタン半島の先端に位置する観光都市で、1970年代にメキシコ政府の先導でリゾート地として開発された。 現在は年間で300万人を超える観光客やセリブが訪れる世界的に知名度が高いリゾート地となった。近くに世界遺産のチチェン・イッザやリゾート地のシカレ、シェルハ、遺跡のトゥルムなどがあり、これらの遺跡とセットでカンクンに来る人も多い。市街地はサンゴ礁の周りのホテルゾーンとダウンタウンに分かれており、ホテルゾーンの周りには100軒を超える、 高級リゾートホテルや豪華な別荘が立ち並んでいる。大規模なリゾート地ではあるが、メキシコ政府による開発規制が行われていることもあり、海水が非常に綺麗で、リゾートホテルの目の前でも海水が透き通っており、泳いでいる魚を間近に見ることができる。カン君の遺跡また、ダイビングやクルージング、カリブ海をクルーズする大型客船の拠点として、有名なだけでなく、近くに、 トゥルム遺跡など、数多くのマヤ文明ご古天気の遺跡があることから、それらの遺跡研究、見学の拠点地としても重宝されている。元は、アコップの名で知られていた。コンキスタドールのベルナルディアスデル・カスティリオによると、スペイン人が到着した時、現在のキンタナローシ州北部のこの地域には、マヤ語を話す多くの人々が暮らしていた。征服から、年月が経ち、多くの住民は、 海賊の襲撃や薬病、飢饉などで死亡したり他の場所に移住してしまい、わずかな居住地のイスラムヘイレスが残った。1967年よりカン君は、メキシコ中央銀行によって、観光地開発による外貨獲得の可能性の調査が行われた。カン君は当初コンピュータによって選別され、その後の銀行の調査員により拡大調査が行われた後に、 実際に開発地として選定された。メキシコ銀行は初期のインフラストラクチャー整備のために米州開発銀行より2700万ドルの融資を受けた。こうして1970年1月23日にリゾート開発が開始された。カンクンのあるユカタン半島を直撃するハリケーンウィルマ2005年ハリケーンウィルマが直撃し空港、道路が水没。 ホテルの窓ガラスが割れるなどの被害が出た。そのため、ハイシーズンの秋には、ほとんどのホテルが閉鎖を余儀なくされ、経済的打撃も大きい。首都のメキシコシティから空路で、カンクン国際空港まで約2時間半。日本からの直行便はなく、メキシコシティ、もしくは、アメリカのロサンゼルスやダラス、ヒューストンなどで乗り換えていくのが一般的である。2003年9月10日、 WTO 大改閣僚会議が、カン君において、ビセンテ・フォックス・ケサーダ・メキシコ大統領の臨席を得て、開幕された。街には、プリメーラ・ディビシオンでプレーし、メキシコサッカーのトップレベルのアトランテ FC、メキシカンリーグのタイガースでキンタナ・ローが本拠を置いている。日本外務省外交政策経済、WTO カン君閣僚会議。 米国発の海底美術館がオープン。なぜ海底なのか。ナショナルジオグラフィック日本版。2018年9月16日へ閲覧。ありがとうございます。